今日はずっと帽子をかぶってたのでボサボサなのでそのまんま帽子かぶってボサボサなのでそのまんま帽子をかぶらせてもらってます。キャスケット久しぶりにかぶったというか帽子を久しぶりにかぶりました。今日ちょっともうぺっちゃんこになっちゃったので、あの髪の毛がなので、あのかぶらせていただいています。もうボサボサ、酔っ払ってる？顔赤くない？え、全然。お酒はなんて一滴も飲んでいます。赤い？寝てたからですかね、今ちょっと寝てました。今寝てたのもあってね、前が今日さ帽子かぶってたから汗かいちゃって、前髪もうボサボサ。赤い？なんでだ、耳が赤、耳も赤い、赤い。今日も見逃しとくだった。そう、突然やってしまうので私すいません。サインは順調、あ、順調ですけども、まだまだ終わらないです。やばいやばいけど、ショールーム終わったらまた再開します。もう見て、また日焼けをしてしまった。この間のロケでほら、この差わかる？表裏、表裏、ほらやばい、やばいやばいやばい。もう日にちないで、やばい。ね、わかるでしょ、これやばい。もう多分全部日焼けしてる。あとなんかモバメの返信で、そのニックネ、本名は何で、ニックネームはこれなんで、ニックネームで書いてねっていう風に来たんですけど、あのニックネームがちょっと今回 NG で、全員カタカナのフルネームで統一なのでごめんなさい、すみません。アントニーとお空の色なんです。そう、アントニーさん、あのね、アントニーさん、そのインスタのストーリーとかでアントニーさんのことでたくさん載せてた。そう、ロケがアントニーさんと、まだアントニーさんだけじゃないんですけど、他にもいらっしゃるんですけど、アントニーさんとねすごいよく喋ってめちゃくちゃ面白い人だった。アントニーさんのストーリーにも私の疲れ果てたあの顔とかね、突然ねピシッて撮ってくるアントニー。そう、天気良かった なのでちょっとまた告知します。何のロケかはまたお知らせします。なんか寝てる写真とか、こうやって座ってる時にこうやって寝てたの、それも撮られて、これをファンの方へとかなんか言って、だから載せるのかな、やだ、本当にやだ載せるのかな。
これは荻生花のファンの方へとか言って、でもそれは載せられてないですまだ。にらんでる写真が、そうこうやってなんかカメラ向けてきたのを気づいたからこうやってでにらんだ。アントニーさん疲れてないですかって言ったら余裕とかやってた、余裕余裕とかやってゆくたちずっと余裕って言ってたあ、そのうちこの音楽まだやってないと思います。さんお城だありがとうありがとう、ののじくんありがとう。何モノマネまだやってないネタ。もう加藤くんいつもだって握手の時あんな感じじゃん。あとなんかパターンあったっけあとパターンなんかあったっけ、なんだったかな。名前言った、今完全に言ったゆかあ完全に言った、今聞かなかったことにして完全にこれはあの聞かなかったことにしてください。じゃあふもくんの真似、いやもういつもあのあれだもんな、いつもゆかちゃん、あ、あ、待てた、あ、ゆかちゃん、ゆかちゃん、ゆかちゃん、あ、わ、ゆかちゃんまた来るから、あ、おいおいおい、うわもうこんな感じだから加藤、あ、また言っちゃったふっちくん、いつもほんとこんな感じだからな。あとのパターンなんかあったかなって今結構考えてたけど、これしか思い浮かばないありがとう。ゆかちゃんのファンの人みんな似てるね、みんな似てる？ノエから LINE が来た。ノエと LINE をしてる。あ、おつ、あとゆごゆめさん、くまちゃん。ありがとう。ほらねっていう。うち、うちっていうこの方、モトさんはうちってたまに自分のこと言ってた気がする。 YouTuber の人、そう、 YouTube やってるね。早くまたサイン会とかやって紹介してほしいな。あのね、皆さんが作ってくださった動画とか写真とか画像とかね、すごいあの楽しみにいつも見させてもらってます。動画とか例えばお誕生日の時とかに動画を作ってくださったり、何年か何周年とかの時もなんか動画作ってくれたりとか、なんかすごいね嬉しいです。あとふとした時、なんで何とも何にもない時になんかそういうのくれ、もうなんか作ってくれたりしてると、あーって思ってパパとママにシェアしてるいつもパパとママにもシェアして一緒に見てます。パパ好きそうパパ好きだね。あのファンの方からいただいたアルバムとか、あの
写真アルバムとかそういうのはもうリビングとかに置いてあります。絵とか描いてくれたポスターとかそういうのはあのインターホンのあのモニター見るのあるじゃないですか、ピンポンって来てはいってやるモニターのそこの上にあの私のファンの方が描いてくださった絵ポスター飾ってあったりとか、リビングはキッチンがあってカウンターがこっちなんかスペースがあってそこにアルバムファンの方が作ってくださったアルバムとかあの置いてあります。私の家のリビングには結構そういったファンの方からいただいたものとかがあの飾られています。自分で SNS にある写真印刷するとかはないけど、あのプレゼントとかでアルバム作ってくださったりとかしたものはあの飾ってあります。見てくれて、あ、もちろんです。モニターの上に貼ったらモニター見、あ、モニターのとこじゃ、モニターこうあるじゃん、そこの上に上がなんかモニターが台みたいになってるからそこにこうやって置いてます。立てかけてる、そうそうそう、お部屋の中ゆかちゃんでいっぱいなのね。そうなんです、ゆかちゃんでいっぱいなんです。生誕祭のでいただいたあの生誕祭アルバムとか、あとは生誕祭のディスプレイのグッズとかもあのあります、飾ってあります。じゃあ今度お見せします。今度どこかにアップします、モバメとかに。そうね、愛情込めて作ってくださいましたね、皆さんありがとうございます。本当は パパとかの動画とかもなんかダビングっていうのしたいってなんかな言ってるけど、それはさすがにさあれじゃん、できないじゃん。だから動画とかはツイッターとかはさ動画保存できないじゃないですか、だから画面録画して保存してる。嬉しいもん。とかファンの方が作ってくれたアルバムとかは写真のやつとかは、まあ、いつでも携帯で見れるようにとか、こういう風に動画撮っといたりとか、こういうアルバムも家にいない時も見れるようにこうやって動画撮って、全部1ページ1ページ動画撮ってやったりとかしているかな。嬉しい本当に。あ、保存動画保存できるの？そうなの？どうやってやるの？どのアプリ？知らなかった。知らなかった。あとこういうの？動画生誕さお誕生日の時にファンの方が作ってくれた動画とか、こういうのとかもそれで保存した。画面録画で。嬉しいですね。そうなんだ。なんていうの？ツイッター動画保存。やり方が分かんなくて画面録画してたいつも。あ、なるほど。ちょっと後で見てみます。なぜ室内の帽子を、もうボサボサだからです、前髪がぺっちゃんこなので。
私はフォトアラウンドっていうアプリを使う。なるほど。インスタストーリーもツイッター動画の、ありがとう。センサーで検索してなんて読むのありがとう。今日のモバメ見て電車で泣いた。あ、私もあのメール書きながらちょっと泣きそうになっちゃったコシャがガム食べてる動画かわいい。かわいいでしょコシャ、歯磨きガム。ボサボサ上等じゃないよ。サーヤ特別、おめでとうサーヤ。マジ？調べよう。あ、なんでこれついてんの？ミラーボールがダンスフローアップ、ありがとう。え、サーヤ何？タタ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 タ、ミラーボール誰？ありがとう。クマちゃん、ありがとう。ああ、ミラーボール知るか。え、サーヤおめでたい。 AKB 新聞のやつだよね。そうだよね。おめでとう。あれってさ、何、どうやって参加するの？私参加する権利なかったのかな。なんかよく、なんなんだあれ、どうやってやってたの？なんかあれ48タイムズってどうやってさ、ゆか参加するあれなかったよね、きっとなかったよね。なんかあの名前が入ってる子のみだったよね、きっと。悲しい。どうやったらノミネートしてもらえるの？あ、ノミネートされてなかったんだ私ほんと頑張んないと。エントリー制じゃないみたい。誰、クマちゃん、こんなに、ムームジさん、ありがとう、ありがとう。あ、なるほどね。編集部さんが選出したメンバーだけ。なかなか難しいな。なんでまたこんなにさ、なんでまたこんなにミラーボール発動させてんの、なんでありがとう。21でベテラン扱いまで。そうですよね、私全然あれ、もっと頑張んないとな。常にショータイム、ショータイム。まだ21なのか。そうだよ、21歳です。私21歳ですよ。21歳。あ、新しいメンバー中止。あ、なるほど。けど1期生もいるよね。1期生もいたよね。なんかまた何かに選んでいただいて皆さんに喜んでもらえるような風になれたらいいなって思います。何かに選んでいただいたり表彰していただいたりとか、そうとか頑張りたいと思います。またね、推しメン頑張る。ありがとうございます。頑張ろう。それこそ、あ、ちょっと待っててね。その表彰するやつで言うと、よいしょ、あ、なんか
ライトついてる、なんで。これ反対見えない。あ、これが見える。見えない、見えない。これは AKB 新聞さんのからノミネートしていただいたやつ、 AKB 新聞アワード 2017MIP。 これもそこに飾ってる。懐かしいね。セカオの衣装で写真撮った。おぎゅうかちゃん21歳になったの？21歳になりましたよなりました。21歳に。もうあっという間に。指紋だらけや。今こうやって触っちゃった。そうね、かゆい鼻が。なんかふう、難しいな、なんか。速報でもトロフィーも。速報はねないですね、けどファンの方が作ってくださいました。ゆか見ると頑張れる。あ、うれ、あ、嬉しい。この子新潟の高校で仲良くしてくれた子だ嬉しい。お友達が新潟の高校に転校して、で友達がさ、もちろんいなかったわけですよ、新潟に。みなみとあゆ3人で新潟の学校に転校して、で一番仲良くしてくれたというか、一番に声かけてくれたここで、もう卒業してからとかは一度もまだ会えてないんですけど、でももう今もすごいメッセージとかで応援してるよっていうメッセージくれたりとか、とかずっとずっと応援してるとか。そう、私はその友達とか LINE に入ってなくて、あんまりなんか地元の友達2人ぐらいとかしか、そういうプライベートのお友達 LINE に入ってないので、なのでその LINE がないんですけど、でもそうやってメッセージとかで応援してるよとか送ってくれるたりとか、こうやってショールームを見てくれたりとか、元気元気超プライベートなあれになっちゃったんですけど、そうなんです。だからもう一番新潟の高校に行って、なんか NG 一番印象に残ったのが NGT とかアイドルとかじゃ、そういうの関係なしに友達だと思ってるみたいなことを言ってくれたのがすごい覚えてて、あ、よかった、なんか新潟でもこういうお友達できてよかったっていうふうに思いました。そうなんです、連絡先はないんですよ。本当にね、友達持ってるのは地元の子っていうか幼馴染、地元の幼馴染、幼馴染っていうか、まあ親友、まあ、ずっと仲いい子とか2人ぐらいしかいなくて、本当にあとは仕事の方とかメンバーとかしかいなくて、今連絡取れる状況ではないんですけど、そうやってメッセージくれたりとか、なんかもうちょっと大人になったらね、ご飯でも行きたいねここでここで言う。そうなんです、同じ目線で接してくれます。結構なんか新潟の高校とかだったら、そのあ、NGT だーみたいな、あ、NGT みたいな風になったんですよ。だから体育祭とか、高校3年生で新潟の体育祭ちょっと出て、その時もあ、NGT っていう、やっぱ NGT48 っていう風に
こう話しかけてくれる子が多かったんですけど、その子とかあともう2人くらいそういうお友達はそういうのじゃなくて全然ゆかーって感じとか、そういう風に仲良くフラットな目線で一荻野ゆかとして仲良くしてくれたからね、すごい嬉しかったなっていうのがずっと頭にある。ゆかちゃんの友達は俺らの友達それすごいね、それはいいね、その通りだね再会できるといいね。そうね、そうね、ゆかがもうちょっと成長したら、ゆかがもうちょっと人気者になれたら頑張ったよって言って胸張って会えるようになってから会いたいですね。あ、ママからね、卒業式でお友達がいて嬉しかったって来た。そう、ゆか、卒業式でママが、あ、ゆか友達いるんだねって喜んでくれた。新潟で友達できたんだねって言って。今ももからそうだ、卒業式でお友達いて嬉しかったって来た。だって卒業式終わってから写真撮ろうって普通に言ってくれる友達とかいて、そう嬉しかったな。あ、ゆかちゃん家族みんなゆかちゃん推しだって、あ、嬉しい、ありがとうございます。そう、この間ね、そういえばあのすごいずっと家族ぐるみで仲良くしていたっていうか、前メールにも書いたんですけど、その友達の家にパパと一緒に遊びに行ったってメール書いたんですけど、そこの家族がすごいゆかのことを応援してくれてて、グッズとかサイリウムとか私のものをすごい持ってくれてて、だからすごい嬉しかった。嬉しかった。だから周りは本当にいい人ばかりで、すごく恵まれてるなって思います。本当に本当に、友達っていいよね、わかる。もうずっと大事にしたいもんね、友達は。ゆかちゃんの話私してたら周りもおぎゆかちゃんって言えん、ありがとう。なんかそういう言葉を聞くのが最近なかったからすごい嬉しいです、本当にありがとうございます。嬉しいこと言われて素直に嬉しいって言えるってすごく幸せなことだなと思います。お品切れにしがない、 ありがとうございます、ね、本当に。うわー、こんばんは、こんばんは。友達は宝物。そうね、幸せいっぱい。こんばんは、今日でラスト20代突入して、あー30代、もうすぐ、おめでとう。いいね、30代、大人、残りの20代を楽しんで30歳になる瞬間をジャンプでいきましょう。じゃあジャンプ、ここ何日間でいろいろあったから本当にお友達に対しては改めて感じ、そうね、本当その通りですね。はい、私もそれはすごく思います。友達の
大切さとか周りの人の大切さとかすごく感じます。この1年で特にね、この1年ではすごく感じました。うん、例えば自分にああもう自分はとかそういうことをみんな思う時あるじゃないですか。でもああもう嫌だなとか思うじゃないですか。でもなんか周りの人とか家族とか友達とか自分が今までやってきた仕事活動とかそういうことを思い返したらああ自分はこのままじゃいられないなって思えるんですよね。でそうやって思えるってことはすごく幸せなことだと思うんですよ。そう、いいですね仲間友達って。あ、何このアジサイ、何このアジサイ、かわいい、ありがとう、たくさんアジサイありがとう。なんか嬉しい、何これ、え、待って、あれあれ、なんでこれ、どうしたんだろう。たくさんの人にシャーベットピンク聞いてほしいよね。聞いて、あ、アジサイ、朝顔か、朝顔説朝顔説が出ました。朝顔でしたね。飲んでる友達が鬼電子つこくて配信に集中できない。なんで一回出てもううるさいって言って切っちゃうの。遅れてしまった、全然遅れてない、今始めたばっかです。ひどい、だってそうしかないじゃん、そんなしつこくするのは。ゆかだったらそうする、もうすごく、例えば今の同じ状況にゆかがいる、友達が酔っ払ってすごくしつこく電話かけてきたってなったら一回電話して「はいもしもし」って言って「ああ」とか言ったら「ちょっと今お取り込み中だからそって酔っ払って電話かけないでうるさい」って言って切るね、ゆかだったら。1回目は優しくするじゃん。でも 2度も3度も何度も何度もやってきたらさすがにプチーンって切れるから、そうやって言っちゃう。もう次かけてきても出ないからねって言っちゃう言ったことないけど、かわいすぎる味、あああああ、家族みんなで公園行きたいな、だって待ってます、早くできるといいな。パワーに優しくしてあげてね、パワーに優しくしてるよ。でもとりあえず出ちゃう説、出ちゃうね。マネキンチャレンジやってていっぱい来るけど、どういうこと、マネキンチャレンジって。だってこれでひたすら止まってるだけじゃない、マネキンチャレンジって。ズームの野球イベントどんな感じ、あ、ズームの野球イベント、そうだ、受け締め切りだ、そうだ、今日の23時59分だ、今日の23時59分に締め切りだ、そうだ、なんでぜひ今日だけで10回以上シャーベットピンクの PV 見れた、ありがとう、嬉しい。
しぶり。トゥ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 。ネイル見せて、もう伸びちゃってるので、ちょっとワンカラーのシンプルに戻すつもりです。お仕事も始まってきたので、ワイテア、ワイテアって何？ワイテア、ワイテアって何？ニア、ニア合ってるスカートの。いい歌だな、本当に大好きこの歌。トゥルトゥ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 ルトゥルトゥ。メロディも歌詞も残るよね。今日誕生日のハッピーバースデー、ハッピーバースデートゥーユー、お誕生日おめでとう。素敵な一年になりますように。お水を飲みたい。水、水、あ、皆さんがおめでとうございます。うん、うん、ああ、復活しました。なんか今日お友達とか知り合いがすごい見に来てくれてる。やばっ、なんで？お友達知り合いがすごい見に来てくれて、なんか恥ずかしいよね、友達にさ見られる。ふえの500円の水、何それ。違うよ、トップバリューの天然水だよ。日曜日です。あ、恥ずかしい、友達とかに見られる、恥ずかしい。ねえ、恥ずかしい。嬉しいけども、よいしょ、ちょっと待ってね。友達ちゃん毎回コメントお願いします。ゆかちゃん友達1000人かいないよ。1000人もいたらさ、だって私ね、友達 LINE の友達は本当に最低限の人しかいなくって、例えばメンバーのこういう人のメンバーとかスタッフさん、マネージャーさんとか、あとホリプロの事務所の人とか、ホリプロのあのスタッフさんとか合わせただけでもとか、あとはあとはもうだってその芸、そのアイドルのお友達とか、なんかもうそういう知り合いとかね、そういう人しかいない。だから友達とかは本当に地元の友達の子2人しかいない。うん、1000人もいたら1人紹介してください。ゆかの大好きなサバの
生焼きです。なんか納豆はってこの時って思います。サバの塩焼き、サバの塩焼きが友達って何？なんかそんなこと言ったっけ？うん、これ床の大好物、コンビニで買ってきたのさっき。どうしてもアジの開きかサバの塩焼きが食べたくて、でもアジの開きはママに作ってもらうとして、焼いてもらうとして、けど最近家でアジの開きしなくなったな。前はしょっちゅうアジの開きだったのに。そうファミマ、あとそっか友達の話してたからね。あーちゃ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 、あーちゃ大好き、本当にこれたまらなく美味しい。あでも私はこれに塩か醤油をつけたいの。もう一回しょっぱいの大好きなんです。よくないよね本当に。見てこの湯気見える？うん、うん、美味しい。お肉よりお魚、そう私確かにお肉とお魚どっち好きって言ったらお魚っていうかも。うん、脂が重くてて美味しい。サバ、うん、うん、これがずっと食べたかった。うん、うん、骨ないですよこれ。あ白いご飯食べたい。超おいしい。白いご飯が食べたくなる。食べたくなっちゃう。お腹すいた。ちょっと変わってくる。これ本当に美味しいんですよ。おすすめ。どうしてもこれが食べたくなったの今。そう。本当に美味しいんです。もうぜひ食べていただきたい皆さんに。ホッケもいいんですけど、ホッケの塩焼きもあるんですけど、私はこのサバの塩焼きが好きかな。ホッケも好きだな。でも鮭もあるけど、好きなランキングで言うとサバ、ホッケ、鮭。なんか1日1個は食べたい。これあとアジの開きが大好き私。というか焼き魚が大好き。サンマとか、なんか早く秋になってほしい。サンマいっぱい食べたい。お高いんでしょって。何あ値段書いてない。百何十円だよ。ちょっと値段が書いてない。確かにサンマは高い。サンマね、サンマは高いね。確かに高いけど、その分美味しいでしょうに。あ大好きなところ、うん、脂が最高。皆さんは皮を食べる派、皮食べない派。
お酒のつまみになるようなばかり。こういうの好きなんです。うん。皮は食べない派？食べる。食べる。食べる？おお。食べる人がやっぱ多いですね。あ、照り焼きなんて焼いてパリパリだと食べる。本当に美味しい。本当に美味しい。エビフライの尻尾は？エビフライの尻尾は食べないかな。もうなくなった早い。油がすごい。ごちそうさまでした。今日は読んでくれない。嘘。ごめんなさい。ご飯食べててコメントあんま読めなかった。ご飯っていうかサバ本当に美味しい。幸せ。今日は寝るまでにこの水を飲み切る。あー、これはなん、それがご飯？違う、これが夜ご飯なわけがない。あとこのくらい今日飲み干そう。なんでこんな、あー、なんか幸せってさ、それぞれあるじゃん。なんか楽しいことしたらさ幸せとかさ、さあなんか好きなお洋服買えて幸せとか、あ、行きたかったところにお出かけできて幸せとか、いろいろあるけど、ゆかは、ゆかの幸せはあの魔法瓶の水筒あるじゃないですか。小学生の子とか持っていくあの魔法瓶の水筒に氷をいっぱい詰めて家で作った麦茶を入れて、な、休み時間に飲む、あれが幸せ。もう真夏日に魔法瓶に詰めた氷に、魔法瓶に詰めた氷たくさんに麦茶を入れて、あっちぇーって言いながら、そのこのほんのちょっとのところ、あーって飲むその麦茶が幸せ。あとは、あとは家帰ってもう真夏日にあっちーってなって、家帰った時に冷房がついてた時にふわって来る冷気、風、ふわっ、幸せで、その中で氷に、氷をたっぷり入れた実家で作った麦茶を入れて飲むのが幸せ。あとは好きな食べ物を食べて、あーもう喉渇く、あーこんな食べて喉渇く、あーお茶飲みたい、水飲みたい、あーあーって飲んだ時が幸せ。あとあーもう眠い、本当に無理、あーもう本当に眠い、あー早く寝た早く寝た、やっと家着いた、ブーンが
幸せとかね、確かにね、幸せそこら中に転がってる。そうね、そういうね、ちっちゃなことでもさ幸せなんですよね。キンキンに冷えたビールをプハーが幸せ。いいね。あ、冷房をつけながら食べるキムチ鍋で最高に。あ、あとはめちゃめちゃお風呂長湯長風呂して冷房がついてる部屋にスパーンって行った時が幸せ。めちゃめちゃ暑い時に冷えピタ張った時の幸せ、はあ冷たい最高っていう幸せ。ゆかは中学生の時は、とにかく私汗っかきなので、中学生の時はあの登校時、夏は毎朝冷えピタ張って登校してました。毎朝冷えピタをおでこに貼って登校してた。それか冷えピタが家になかったら、ちっちゃいハンカチを、ちっちゃいハンカチをおでこにつけて。今日新宿で見かけました。そう、今日はあの友達のね、吉澤あかねちゃん、あかねんアイドルやってるバンビっていうグループに入ってるアイドルやってる子がいて、その子がマジックやってるので、マジシャンで、その子のマジシャン兼お誕生日会みたいなやつを見に行かせてもらって、あかねんの、それが新宿の方であったので行ったんですけど、どこで見かけたんだろう、恥ずかしい。変装とかしないの。いや、あの今このご時世だからマスクはしますけどね、もちろん。ルミネエストです。あー、ルミネエスト、あかねんのお誕生日プレゼントをちょっと買いにちょっと行ってましたね。それ見てすぐに帰りましたけど、そう、お誕生日とかおめでとうっていうので、マジックおめでとうっていうので、あのプレゼントを買いに行ってましたね。何、お洋服です。なんか似合いそうなお洋服を探して、お誕生日のお祝いをゆかしてもらしてくれたので、そう、お誕生日のお祝いしてくれたので、お返しに、でも食器しま見てすぐパッサッて帰りました。やっぱ外はちょっと怖いですね、まだ外は怖いので、サッて、実家の近くのひまわり咲いた、咲いたのかな、今やってるのかな、そもそも。そう、行っても長いはしない方がいいです、絶対危ないから、本当に皆さん、だから絶対マスク、なんかマスクしててもさ、あの鼻下隠し、鼻の下、口だけマスクしてる人とかいるじゃないですか、あれあんま意味ないですよね、きっとマスクしてても。自分が飛ばすのはある程度ちょっと防げるかもしれないけど、ここ
鼻隠さないとね。あれあんま意味ない。ん、結構なんかそういう方いるんですよ。普通に仕事行く時とか見ててもなんで鼻だけあのマスクしてない、ここまでしないとあんま意味なくないっていう。ここで終わってたらさ、え、絶対こう来たらじゃんっていう。あんまこれそれはさ捨てる意味はないかなって思うんですよね。それこれだけだと新潟も夏以降心配。うん、まあ確かに映さないのが主な目的ではあるけども、けどもだったらここまでつけようよって私は思うんですけどもね。あ、息苦しい。まあ夏はマスクはさすがにね、ちょっともうさ、夏はどうしたらいいんですかね。マスクさ、夏は暑いから、でもさマスクするしかないし、例えばもう40度近くの真夏日になったとして、そしたらマスク暑いじゃん、でもつけないといけないじゃないですか。そういう時はなんかないのかな、真夏でもちゃんと真夏日でもなんかそんなに暑くないような。なんかないのかな、夏用のマスクとか出ないのかな。あるん、あ、冷えマスク。あー、なるほどね、あるのか、ね、夏は熱中症のリスク、確かに熱中症のリスクが上がってきましたね。うん、あ、扇風機はね、うん、夏はだからそれある意味熱中症の人とか出てきそうですよね。それによってまあ外へ出ないことが一番ですけどね。お腹いっぱいになってきた今の食べて。あ、早速コンビニに沢の塩焼きを買いに行くフォロワーさんが何人も。嘘、もう買いに行った人いるんですか。もう、もう、ね、そういえばショールームってこれコラボできるんですっけ。ショールームってコラボできるんですよね、きっと。やりたい今度。したい、明日とか。どうやってやるんですかこれ。そういう、そこのボタンないけど、コラボっていう。シェア？コラボってとこないけど。したい。ちょっと言ってみます。明日したいな。みんなやってる？うわ、やってみます。じゃあ
この配信終わったらちょっと声かけてみよう。コラボ申請を送る、どうやって送るんだコラボ申請。あー全然わからない言い方が。なるほどね。誰としてほしいですか？メンバーのみで。NGT のメンバーでやってた方に聞いてみては。そうね。そうね。明日あやかにがお誕生日だ。でもあやかに明日してお誕生日だからさ。自分で一人でやりたいんじゃないかな、ファンの方と。ピメ、ひのちゃん、かえり、西荻、村長、りかちゃん、太郎、みな、荻野、ゆか、荻野、ゆかってフルネームじゃない。3人でできるんですか？ 2人じゃない？ 3 人でもできるんですか、これ。2人ですよね。2人か。じゃあちょっと声かけてみます。明日は夜お仕事終わるので、その後にやってみたいな、やってみようかな、帰ったらやってみます。じゃあちょっとでもわかんない、できるかわからないけど。インスタライブして、インスタライブはやらないかな。インスタライブはちょっとできない。新センター様とコラボ希望、ミュミュ、じゃちょっといろいろ検討してみます。なるべく早く、もしやるとしたらなるべく早く時間のお知らせとかしたいので。安倍首相もいつかビスケッティ佐竹さんなので、また早、なるべく早くね、皆さんにお知らせします。なんかいろんなみんなとできたらいいですね、最終的には。メンバー以外、できないと。生写真か、あ、そう、生写真、帽子かぶってこんな感じでした。夏の生写真、皆さんぜひゲットしてください。埼玉新聞の読んだ、ありがとうございます。埼玉新聞さんで記事をね書いていただいて、ぜひぜひ見てください。ウェブで見れるので。ぜひ素敵な風に取材していただいたので、ぜひ見てください。読みました、ありがとうございます。拡散もした、ありがとう。コメントもした、ありがとう。100万回言ったね、ありがとうございます。
ね、ありがたいですね。ということで、この後はお風呂に入ろうと思います。そしてサインを書くので、今日はこの辺で終わりにしようと思います。ゆかちゃんの人柄がわかる記事でした。どんなどんな風に見えてただろうか。なのでまたモバイルメールで会いましょう。皆さんありがとうございました。明日コラボみたいなやつできたらします。バイバーイ、ありがとうございました。